リチャード・クートは、1683年から1689年は、クート卿と呼ばれ、イングランド議会の議員となり、後に、北アメリカ植民地の総督を務めた。アイルランドに生まれ、ウィリアムメアリーを早くから支持し、名誉革命で彼らの側についた。1695年、クートは、ニューヨーク、マサチューセッツ湾、ニューハンプシャー各植民地の総督に任命され、 その死の時まで勤めることになった。新世界に渡ったのは1698年になってからであり、その総督としての任務の大半をニューヨークで過ごした。マサチューセッツ湾直轄植民地では1年をわずかに超えるだけ滞在し、ニューハンプシャー植民地に至ってはほんの2週間だった。ニューヨークに行った時はライスラーの反乱から起きた政治の分裂で終始しており、 また、ヌーベル・フランスとの和平交渉に、色恋族インディアンを関わらせないようにしておくのが難しく、結局成功しなかった。フロンティアでの問題は、マサチューセッツやニューハンプシャーでも最重要な問題であり、製材料とアベナ貴族の脅威からの安全確保が任務の多くを占めた。市略戦の船長だった、ウィリアム・キットの主要な財政的講演者であり、キットは、 その後、海賊になったと考えられている。クートは、ボストンで、キットの逮捕を格索し、ロンドンに送らせた。キットは、ロンドンで裁判にかけられ、有罪となり、公主刑に処された。リチャード・クートは1636年に、アイルランドで生まれた。父は、初代順弾者ク、チャールズ・クートの三男である同名のリチャード・クートであり、クートはその次男だったが、 成人した中では、最初の子だった。母は、ジョージセントジョージ教の娘メアリーだった。父は1660年にクート・オブ・コルーニー、男爵に除され、父が1683年7月10日に死んだ。時に、クートが、父のクート男尺を継いだ。なお、クートの叔父も、父と同じ日にマウントラス伯爵に除されていた。 クートの少年時代についてはほとんど記録が残っていない。1677年、若い女性をめぐった決闘で男を一人殺したとされている。しかし、クートはその女性と結婚せず、1680年にブリッジズナンファンの娘で、最終的にウスターシャーのバーツモートンコートの相続者となったキャサリンと結婚した。この夫妻には二人の息子が生まれた。 1685年、カトリック・神徒であるジェームズ2世が大いに登ると、プロテスタントであるクートはヨーロッパ大陸に渡り、オランダ陸軍で、騎兵隊長を務めた。チャールズ2世に仕えたクート家の記録があったので、宮廷にクートが出資していないことが国王の注意を引き、1867年には宮廷に呼び戻された。1688年、 ウィリアムメアリーを王座に導いた名誉革命では、最初にオラニー公ウィリアムを支持した者の,の一人だった。この働きに対して、1689年には王妃の財務官に指名されることでその忠誠を償われ、この地位を1694年まで務めた。しかし、そのことはアイルランド議会の好ましくない関心を呼んだ。同議会はこの時も全王。 ジェームズの影響下にあり、クートの権利を剥奪し、土地を押収した。その結果、1689年11月2日、ウィリアム3世がクートをベロモント伯爵に除することになり、要塞化されたアイルランドの土地7万7千ー,ー以上を払い下げた。この土地の菓しは議会で大いに議論となり、最後はウィリアムが撤回することになった。また、 アイルランドのリートリム県の総督に指名されることでも報いられた。クートは1688年から1695年までウスターシャーのドロイドウィッチを代表するイギリス議会議員となった。1690年代、ジェイコブ・ライスラーの息子が父のお名を注ごうとする動きに巻き込まれるようになった。ライスラーはジェームズ国王が設立したニューイングランド自治領に 対抗して起こしたニューヨークの反乱を率いたものだった。ニューヨーク植民地総督のヘンリー・スラウターがニューヨークに到着すると、ライスラーは逮捕され、裁判にかけられ、反逆罪で処刑され、その資産は没収された。ライスラーの息子ジェイコブ・ジュニアはイングランドに渡り、一家の資産を回復するべく、論陣を張った。クートはその証拠を調べる委員会の委員となり、議会で、 ライスラーを支持する発言を行った。マサチューセッツ植民地代理人のインクリースマザーに宛てた手紙で、ライスラーと義理の息子のジェイコブ・ミルボーンは、スラウターの行動により、残虐に殺されたという見解を強く述べていた。息子のライスラーの動きは成功だった。議会は、権利剥奪を覆し、ライスラー家の資産が回復された。 マサチューセッツ湾直轄植民地の総督だった、ウィリアム・フィップス卿が1695年に休止し、総督職が開いた。植民地の代理人は、フィップスの後任に、植民地生まれのウェイトウィンス・ロップか、ジョセフ・ダドリーを選ぶ、ヨーロビー活動を行ったが、国王は王室の権限を代表するに適したものを望み、クートを選定した。国王ウィリアムは、 ニューイングランドでさらに大きな権限を行使できるものを望んだので、ニューハンプシャー植民地とニューヨーク植民地の総督職も同時に与えた。クートが対処するように指示された大きな関心事は、引き続いていた死略戦に関する問題であり、ニューヨーク市やロードアイランド植民地で続いていた海賊との公開の通称も含まれていた。ニューヨーク港の戦場にあるウィリアム・キット、 ハワード・パイルがクートへの発令が固まったのは1697年6月1日になってからだった。渡航の準備をしている間に、ニューヨーク植民地の代理人、ロバート・リビングストンがクートに海賊と戦うために、死略船を偽装し、ウィリアム・キットをその船長にすることを提案した。この計画は、国王、ウィリアムの同意を得て、キットに死略免許を発行し、 海賊に対処する特別任務を与えた。クートは、キットの船に偽装するために6000ポンドを集めた。そのうち1000ポンドは死費、その他は海軍本部の者たちから募った。クートは1697年を遅くに、ニューヨークに向けて旅立った。妻とその重邸であるジョン・ナンファンを同行した。ナンファンは、ニューヨーク植民地副総督に指名されていた。その後悔は、 異常な嵐に見舞われ、クートの船は南に吹き流されて、バルバドス諸島に到着した後で、ニューヨークへの航海を続けた。ニューヨークに到着したのは1698年4月2日だった。クートの洗練された、服装、見かけの良さ、さらに国王,王との良好な関係があったので、前もってニューヨーク市民に好まれるようにしていたが、すぐに問題点に突き当たり、敵を作り始めた。 公開法を強制させようとしたことで、予想通り商人や貿易業者を敵に回した。この動きについて、植民地の役人のやり方がお粗末でもあり、役人たちは商人たちとの関係よりも、王室との関係を重んじていた。クートはイングランドで成立に貢献した、議会法を執行し、ライスラーの資産を復権させることを監視することで、ライスラーの敵対者の怒りを買った。 総督評議会の中でこの件に反対する者が多かったので彼らを排除するのを諦めた。またライスラーとその義理の息子であるジェイコブ・ミルボーンの意外の発掘も承認した。それらは彼らが処刑された処刑台のもとにそのまま埋められていた。クートは適切な埋葬を手配し、衛兵100人の栄誉の霊で葬らせた。クートがライスラー一派を指示したことは、 単に、ニューヨークの政界のみならず、インディアンとの外交にも災いすることが分かった。クートの前任者であるベンジャミン・フレッチャーは、クートの任命から到着まで長い時間を要したことを利用し、通常ならば総督が利用するために割り当てられる土地のリースを延長したことや、この時も色濃い族が領有を主張する領土での払い下げなど、問題のある土地の扱いを行っていた。 植民地議会がこれら異常な払い下げすべてを取り下げる法を成立させると案の定多くの土地所有者を怒らせることになった。オールバニのオランダ改革派協会の有力な牧師であるゴッドフリディアス・デリウスなどに払い下げられた色恋族の領土は特に色恋族が苦情を上げているところだった。クートの法が成立したとしても払い下げを受けた者が 貿易省に控訴したので、その法案は王室の同意を得られなかった。エクトールド・カリエレ・クートがニューヨーク総督だった時のヌーベル・フランスの総督クートはデリウスなどライスラーに反対した者たちがイロコイ族と対応する重要な地位につくことを否定したので、経験ある交渉者がいなくなった。このことでイロコ恋族のイングランド人との交渉を支持していた者たちが イングランド人の相手が横にやられた時に影響力を失ったので、色恋族の内政に影響した。フレッチャーが無視していた名役のチェーンをクートが強化しようと動いていた時だけに特に微妙なタイミングにあった。1697年、レースウェイク条約によって、フランスとイングランドの戦争が終わった後、フランスは主に五大湖地方にいる。 アルゴンキンゴ族同盟インディアンを通じて、イロコイ族との戦争を続け、イロコイ族にかなりの被害を出させた。イロコイ族はこれに対応するために、イングランドの援助を求め、援助が得られないならば、フランスと和平を結ぶと脅した。クートとヌーベルフランスの総督ルイエクトールド・カリエレは、どちらもイロコイ族に対する支配力を主張し、それぞれが相手のために干渉する。 相手の権利を認めることを拒否した。1699年、カリエレが交渉のために、イロコイ族をモントリオールに招集したとき、クートは警告を受けて、モントリオールに特使を派遣し、オールバニには、ランファン副総督の指揮下に軍隊を送ることで、イロコイ族がモントリオールに行かないように操作することに成功した。イングランド人の特使はフランスが、 所定の行動を行わないようにしようとしたが、成功せず、1700年には、フランスと同盟するアルゴンキンゴ族が、イロコイ族の領土深く侵略した。クートは、イロコイ族との交渉で、イロコイ族の監修で必要としている、社会的な要素のいくつかを見逃しており、その会議が、いかにうまくいったかについて、双方が異なる見解を持ったまま終わることになった。 色恋族の交渉人がいかに議論が進んだかについて不満であることがはっきりしているとしても、クートはうまくいったものと信じた。クートは色恋族におのんだがに砦を建設することを約束し、議会にはその建設のためにセンポンドを用意させることを説得までしたが、色恋族はこの贈り物を受けるのを避けようとしており、イングランド人土木技師に 取り出のための適当な場所を示すことはなかった。クートは、色恋族がフランスと取引することがないようにしていたが、1700年のフランスの軍事的成功で、それが否定され、それによって、色恋族を和平会議に引き出し、1701年のモントリオールの大平和につながることとなった。エリシャク・クック・シニア、クートのマサチューセッツにおける助言者1699年5月。 クートは船でボストンに向かった。1699年と1700年にニューイングランドで14ヶ月間を過ごしたが、そのうちニューハンプシャー植民地では数週間に過ぎず、残りはマサチューセッツで過ごした。マサチューセッツでクートは定調に待遇されたが、王室の政策を実行しようとしたことで、ニューヨークの場合と同様に問題が発生した。 植民地議会から給与の支払いを拒否された。ただし、受け取ったセンポンドの贈り物は通常の植民地総督に与えられる額より多かった。議会はまた植民地の裁判所によって下された司法判断についてロンドンに控訴するのを制限するよう繰り返し試みていた。クートは植民地議会で成立した法をロンドンの貿易省に送り承認を求めており、 そうするよう要求されていたからだった。これらの法は王室の特権を制限しようという条項があったために何度も却下された。政治的には副総督のウィリアム・ストートンとも対立した。ストートンはマサチューセッツ生まれのジョセフ・ダドリーと同盟しており、ダドリーはジェイコブ・ライスラーの裁判を差配した人物だった。クートはそれに対するに人民派指導者、 エリシャクックシニアと相談するようになった。ボストンに到着してから間もなく、クートはウィリアム・キットの逮捕を手配した。キットが海賊に身を落としているという噂が植民地に届いており、キットの船に投資したクートや、その他著名人はキットを重荷に感じるようになっていた。1698年11月、海軍本部が 植民地総督のすべてにキットを拘束する命令を発した。1699年6月、キットのエージェントからキットが地域にいることを知らされたクートは、キットに寛大な処置を約束する伝言を送った。キットは、ボストンに出てくると返信を送り、その宝物のいくらかをクート夫人への贈り物として送ってきたが、夫人はその受け取りを拒んだ。7月3日に、 キットがボストンに到着すると、クートはキットにその度の記録を提出するよう要求し、キットはそれについて、しばらく議論していた後、7月6日に提出することに同意した。キットがその約束を果たさなかった時に、クートはキットの逮捕令状を発行した。その日の中頃に、キットがクートに会いに来る、道すがらに逮捕が行われた。その後、キットは、 宝物の隠し場所と捕まえた船を交渉材料として釈放の交渉をしようとした。キットの宝物の一部は回収されたが、キットは釈放されず、1700年4月にはロンドンに送られ、そこで裁判にかけられ、有罪となり、公主刑に処された。クートは、キットとの対話を行うときに比較的秘密裏に行ったのとは対照的に、 他の潜在的に問題のある商人や海賊との交渉は慎重だった。違法行為を見逃す代償として5000ポンドを提案されていたにもかかわらずのことだった。フロンティアでの安全確保と製材業の問題がニューイングランドにおける空との短期間の管理の多くを占めた。ニューイングランドはイギリス海軍の艦船にとってマストを供給する重要な産地と見られており、 貿易省や海軍本部は、王室の利益のために適当な樹木を保存しておこうとした。マサチューセッツとニューハンプシャーの両植民地で固定された土地に対する反対にあい、木材業者は彼らの土地に測量子が侵入してくることに不満であり、払い下げられていない土地から材木を伐採することに干渉され、王室のために保存しておくことに不満であると反対にあった。 ニューハンプシャーでは地元の土地所有者たちとサミュエル・アレンの間に続いていた論争が木材の論争に勝っていた。アレンは植民地の設立者、ジョン・メイソンの相続者の土地所有権を取得したロンドンの商人であり、土地所有権たちに対抗して土地の権利を追求していた。1692年に植民地総督に任命されていたアレンがこの件に関して 直接利益を得るために植民地に来たのは1698年になってからだった。1699年7月、8月にクートがニューハンプシャーを訪れていた短い期間にアレンはクートを自分の側につけようとした。アレンはクートの息子の結婚相手として自分の娘を提案したがクートが断った。 18世紀に描かれたアベナ貴族のカップルクートがマサチューセッツとニューハンプシャーにいた時のフロンティアの状況はニューイングランド北方のアベナ貴族がウィリアム王戦争を終わらせたレースウェイク条約に関わっていたのでいくらか緊張していた。戦争の後メインとニューハンプシャーのアベナ貴族と開拓者たちは互いを極度に信用しなくなっていた。アベナ貴族は イングランド人が彼らの土地を侵略してきていると脅威を感じ、開拓者たちはフランス人がアベナ貴族に吹き込んで彼らの開拓地を襲わせる状態に戻ることを恐れていた。クートはアベナ貴族の土地を取り上げるような計画がないことを宣言してその文書をアベナ貴族の間に配布させたが、その底にある緊張関係を和らげることはできなかった。その理由の一つは、 アベナ貴族の関心がフランスカトリックの陰謀で根こそぎにされたという甘い過程があったことだった。イングランド人交渉人がアベナ貴族をイエズス会宣教師と分離しようとしたとき、それまで続いていた交易交渉を混乱させ、ローマ教皇の使者が彼らに戦争を仕掛けさせようと企んでいる行動について、ピューリタンのニューイングランドの心配を和らげるためには何もできなかった。 植民地議会は植民地が領有を宣言した領土内でのローマカトリック教会を禁止する法を成立させその範囲には1593年にウィリアム・フィップス総督が宣言したアベナ貴族の領土まで含まれていたクートは東部アベナ貴族が色イ,イ族の影響下に入る西部に移住するよう説得しようとしたが虚しかったこれは昔からアベナ貴族と 色恋族が紛争を続けていたことも災いした。このような困難さにもかかわらず、1699年1月にはアベナ貴族との不安定な和平を結ぶことはできた。アベナ貴族との関係は主権に関する誤解によって複雑なものにもなっていた。アベナ貴族は自分たちに主権があると考え、イングランド人は彼らをイングランドあるいはフランスの進化であると考えていた。 アベナ貴族が保持していたイングランド人捕虜とイングランド人が保持していたインディアン捕虜との交換はケベックの交渉相手にイングランド人捕虜の解放をさせようと交渉するには十分だとクートが考えていたために不満のもとになった。クートは1700年にニューヨークに戻りそこで海賊と不法な海運に対する行動を再開した。1701年の初めにオルバニで 色コ遺族との交渉を行ったことに続き、ニューヨークに戻り、3月5日に通風が悪化して死に至った。クートはウィリアムトリデの礼拝堂に埋葬された。このトリデが解体される時に、その以外は、ニューヨーク市のセントポール教会に移された。セントポール教会、クートの墓があるクートの死後、副総督の南ファンが総督代行を務め、1702年に、 公認のコーンベリー卿が到着した。ナンファンはその短い任期の間にクートを悩ませていた和平協定を結ぶことができた。1701年後半に交渉された協定で、イロコ遺族はその領土の西側をイングランド王の保護下に置くことを認めた。クートの長男であるコルーニー卿ナンファンがクートの死で白尺位を継いだ。次男のリチャードは兄の死の時に 第三大伯爵となった。リチャードが男子相続者がいないまま死んだ時、伯爵家が廃止され、男爵位はその重邸であるチャールズ・クート卿に継がれた。このチャールズは後にベロモント伯爵にも助された。チャールズも男子相続者がいないまま死に、爵位のすべてが消滅した。クートのニューヨーク統治は、好意的に記憶されていない。政治的対立者の一人は、 クートの人気中に植民地の負債が大きくなったと言っており、クートの記憶はすべての善良な人々の微行に悪臭を放つと記した。ロバート・リビングストーンは私が見たことのある中でも最大の負債だと報告した。クートの個人的な事情もまとめるのが難しかった。その債権者たちは、クートの個人的な負債が決裁されるよう、 クートの妻が植民地を離れるのを妨げようとしたが無駄だった。クートの財政問題はこの点で得意なものではない。後の総督はその性的の命令で違法行為や負債で告発され逮捕された。ニューヨークの負債問題は1717 17年になってロバート・ハンター総督が解決することになった。ありがとうございます。